はい、皆さんおはようございます。今日はですね、台湾のですねお茶の作法を高広先生に教わりたいと思います。はい、それでは先生お願いいたします。はい、これでお茶飲むの？大体これで飲みますね。これ、なんかこう一口しか、あ、一口ぐらいが何回もあるので、こんな小さな、はい、まずですね、はい、これ急須、はい、急須に大体4分の1ぐらい入れます。こういう感じね。あ、高山茶と言いまして、うん、高い山でしか取らないお茶です。でここで、熱いお湯をなみなみと入れるわけですね。なみなみと入れるわけです。はい、なみなみと入れます。日本のお茶はあの、うん、低い温度で入れるんですけど、うん、台湾のお茶は、うん、沸騰したお茶、沸騰した100度のお茶で入れます。お湯グラグラしたやつをグラグラしたやつを入れると、はい、はい、そして蓋をします。1回目は全部流しちゃいます、うん、ジャブジャブ。え、捨てちゃうの1回？捨てます全部。1回バッと入れたら全部捨てる。はい、捨てました。完全に切りました。はい、2回目湯をジャブジャブジャブと入れます。入れたら蓋をします。蓋をします。で、1煎目は40秒40秒入れて蓋をしたら40秒数える。40秒経ちました。こちらにザブリン。え、こうやって入れるの？あ、もう1回急須的な感じ。そうですね。え、これからここに入れちゃいけないんだ。入れませんね。一応全部出し切りたいんで、何回も飲むんで、きっちり出し切りたいんで。きっちり、はいはい。これをみんな飲む人の人数分で分けて、あとはそして普通に最初は香りを楽しんで、じゃあ本日は先生ありがとうございました。ありがとうございます。デトックス効果もある？あります。もちろん。そうですね、あの今減量中なんで、はい、ちょうどいいんじゃない？あ、ちょうどいいですよ。あ、ちょっと やってます。毒素を全部出して、はい、ガバガバ飲んじゃってます。はい。